4試合です。行こう。第5試合、先行ガッティ高校ソウル。それではこの試合よりビートが DJ ケンセイに移ります。まずはビートを。ナイス、思い切りいってやれ。3回戦は第5試合です。先行ガッティ高校ソウル、ビートは DJ ケンセイ、8小節用コシャープ、レディーファイ。シュラの C ブロック、2014年も2018も経験してる。大丈夫、自分に言い聞かせる。 C ブロック、それでこそ成り上がるヒップホップ。ジップロックなんて詰め込まねえ、全部拡散して言う言葉を吐くんだよ。俺っていう MC を全部受け取ってくれ、そしてお前っていう MC を見せてくれ。じゃあ全部出してみなよ、まだ全然出てねえだろ。2014、2018、過去の話ばっかり、俺は全部捨て、今この瞬間、魔法のシューターに乗ってるような気分で無重力手に上がる。竜のように舞い上がる登り竜、どこ行く？頂上だよ。勝手に登って頂上に行けよ。言っての通り地に足をつけてる。これが俺っていう MC。 お前は難しい言葉をバカに並べる。俺は分かりやすく分かるようにしっかりとお前の体内に溶け込む言葉を持ってる。これが俺っていう MC。 これが俺の答えだ。お前もダメで見難しい言葉を並べて何が悪い、バカだからできねえんだろ。俺は難しい言葉を並べる、頭が息のバカみたいにマイク握ってんだよ。バカしかできないことじゃない、でもこれに一途にどこまで飛べるか。ただこの瞬間のために前に前のめり、スティールマイノリティ。バカが夢見げんのがヒップホップ。俺が今日これを全部証明する。俺みてえなバカ、過去の生産、いや違う、全てを拭い去りに来たんだよ。これが俺っていう MC だよ。何回も何回も同じこと言っちまう、でもな、これが俺っていう MC だ。何度でも言う、これが俺っていう MC だ。じゃあバカはバカなりに、いつまでも夢のまた夢で終わればいいよ。俺はしっかり積み上げてきた、だから夢を目標に変えたんだ。 You know say、 これはトップ独走体制、突入しなくていいのか、嫁子供の話でもその話しなくても勝てる MC。 俺のこと嫁子供の話を出すとか言うが、俺の現実がそれなんだよ。ヒップホップやりながら仕事を武器にしねえ、仕事をしてることを絶対に恥じねえ。これが俺のヒップホップだ。嫁子供それでいいんだよ。これが俺って MC だ。口に出してなんぼ、ヒップホップラッパーだからそれが証明だろ。そんなこと言わなくても分かってんすよ、俺だっているのは知ってんだろ。あんたが家族の話するなら俺も出すよ。弟みてえなやつなんだ、ジークを殺した罪を重いぜ。あいつの死に顔を一番近くで見とるのは俺のはずだった。シュラの C ブロック、俺が一抜け、you know? スタート決めよう。3回戦第5試合です。まずは先行ガッティ、続いて高校ソウル、レディージャッジ。勝者ソウル、ガッティに思いっきり拍手。いや、UMB マジでありがとう。今日で6回目負けちまったけど、あとは茨城の MC に託すで。ありがとう。もう一度大きな拍手。